町人コズ、あなたはどんな風に待っていますか？こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いいたします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。そうなんですよ、待ってる人が来ない時ってどんな待ち方します？イライラもするし、怒り出すし、帰っちゃう人もいると思うんですけれども、私ね、割とこの待ってる時間って楽しい時間なんですよね。来ない人が来ることに対しての楽しみという、そんなあのロマンチックな乙女チックな話は全然なくって、その時間ってポカーンと空いた一人の時間、空間じゃないですか。そういう時間をなかなか作れないっていうのが、ありがたいことに今の現実なので、急遽できたその一人タイムをいかにして充実させようかなっていう考え方にすっと変わるんですよ。で、今週ちょうどそれが起こりまして、結論1時間半待ってたのかな。で、連絡つかないし、まあ、心配もするんですけど、でもこちらからは電話する、メールする以上のアクションが起こせなかったので、しょうがないかって思って、あの中華料理居酒屋さんだったので、もうじゃあ飲むかと思って一人で、あのお酒頼んで、おつまみ一品頼んで一人飲みを始めたんです。で、ちょうどあのアジア大会のソフトボールの決勝戦がテレビで流れていたので、一人で居酒屋でお酒とつまみを楽しみながらテレビを見るっていう、まあ、なんか自宅みたいな一人飲みをしてる時間がものすごく楽しくてなかなかこういう時間って作ろうと思えないっていうのが正直なところかな。作ろうと思わないので、そういうふとした瞬間にできた自分タイムが、私にとってはあのご褒美時間みたいな、そんなところもあったりするので、待ち合わせに遅れても安心な人です。だけど、あの狙って遅れて来られても困るんですけど、万が一ごめんってなった時に、相手がどんな風に過ごしていてくれたら気が楽になるかなって考えたら、私は飲んで食べて一人でうだうだテレビを見てるっていう一人の時間を楽しむ、そんな風に待ってたら、お相手も少しこう気が楽になるかなっていうのもあったりして、これを聞いてくださっているそこのあなたは、待ち人コズの時どんな待ち方をされますか？ぜひメッセージをください。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。私、小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。今週は月刊天下さんからこんなニュースが届いてまいりました。日本女性の性をアンケート調査したそうです。女性の性だけのアンケート調査、これをピックアップしていきたいと思います。はい、そこ耳だんぼになってますね。楽しみにしていてください。そして10月ですね、1週目です。あなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは
USB プロファイラー押したり構造先生です。今日はですね、有名な曲に合わせた鑑定をしてくださるということで、どんな曲なのか楽しみにしたいと思います。意外な角度。全国で占い講座が大人気です。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定もありますよ。今週は盗難にご用心。10月の7日が盗難防止の日ということで、盗難をテーマに作っていただきました。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、町人こずあなたはどんな風にいますか、ぜひ教えてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。このコーナーは私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ。秘めたる世界が明るみに。デンガのアンケート調査が示す日本人女性の性とは、気になりますよね、気になりますよね。月刊デンガさんが時代とともに変化する女性の性に焦点を当てて、全国の Z 世代からバブル世代まで2585人を対象に性生活に関するアンケート調査を実施したそうです。特に世代間が出た Z 世代18歳から26歳を軸に、ミレニアル世代27歳から35歳、 Y 世代36歳から42歳、ロスジェネ世代43から51、バブル世代52から57歳との比較を通じて、その詳細な結果を分析しました。ということで、まず女性のセックスセルフプレジャーの実態。 Z 世代の 35% がセックス未経験、 42.9% がセルフプレジャー未経験。セックスのアグレッシブなアクションに対しては未経験の方が Z 世代は多いんですね。だから初体験とか遅いっていうことなんですね。セックスプレジャーそれぞれの経験率では、 Z 世代の 35% がセックスの経験が一度もない、 42.9% がセルフプレジャーの経験が一度もないと回答している。ただですね、セルフプレジャー初体験の年齢には若年化の傾向が見られるんだそうです。初めてセルフプレジャーした、セルフプレジャーって分かりますかね、マスターベーションのことです。近年はこのように呼ぶんですね。初めてセルフプレジャーをした年齢を聞いた質問では、 Z 世代、ミレニアル世代は13歳から15歳が最多となり、若年化の傾向が見られた。一方で初めてセックスをした年齢を聞いたところ、全世代共通で最も多かったのが19歳から22歳。これ世代ギャップあるんじゃないですかね。20歳で初体験を迎えた。で、私だからロスジェネ世代になるんですけど、ロスジェネ世代だと遅いっていう認識になると思うんですよね。かなりこの辺こう意識の差があるということは知っておいた方が良さそうですね。セルフプレジャーにポジティブなイメージを持つ傾向が多いのも非常に特徴的なんですね。全世代共通で気持ちいいことという認識が1位を占めているんですが、2位3位の、特に3位がかなり世代間があって、Z 世代の 24.2%、 ミレニアル世代の 23.6% が、
こういうアンケート回答が来てるんです。ストレス解消、リラックスできる。これによりデリケートゾーンへの関心の高さ、フェムケアへの関心の高さというのが分かっていただけるかなと思うんです。さらにです、これがびっくりです。セックスの目的、これすごい世代間なんですよ。 Z 世代の3割以上が相手が快感を得るためですが、ミレニアル世代の3割以上、これミレニアル、ロスジェネバブル共通だと思います。自分が快感を得るためと言ってるんですね。各世代上位2位までは愛情を確かめ合うコミュニケーションであると言ってるんですが、3位以降が変わってきている。3位以降が Z 世代の3割以上が相手の快感を重視している。その一方でミレニアル、ロスジェネ、バブル世代が自分が快感を得る。これ大きな認識の違いですよね。この辺がセックスセスリアハラスメントにつながっているんだと小室由里の認識では感じてます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押谷光三先生です。今月はあの曲になぞらえた鑑定をしてくださるそうなんですね。どの曲なんでしょう。それでは押谷先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押谷です。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。今回のテーマは先月予告した通り名曲プロファイリングということで、本日は失恋ソングの名曲もう恋なんてしないに出てくる主人公を解析します。先に言っておきますが、曲をディスってるわけじゃないです。あくまでも歌詞に出てくる人物をプロファイリングするだけなので勘違いしないでね。それでは早速。君がいないと何にもできないわけじゃないと、夜間を火にかけたけど紅茶のありかがわからないときました。まずここで私生活は全部やってもらっていたということがわかりますね。そして
ほら朝食も作れたもんね。だけどあまり美味しくない。君が作ったのなら文句も思い切り言えたのに、はいここね、全部やってもらっていておいて、うまくできないと思いっきり文句を言う男です。もうこの段階で彼女が出れた理由は明白ですよね。歌詞を最後まで解析するとわかるんですが、このタイプの星を持つ男性はこんな感じで文句を言います。俺さ、君は半熟だって言ったよね。何この君、カッチカチじゃん。毎朝作る朝食もまともに作れないわけ？そんなんじゃ会社でもミスばっかしてんじゃないの？全く使えないよね。くらいは平気で言うかな。本人悪気ないですよ。正しいことを教えてやってるって感覚です。さらに続けます。一緒にいるときは窮屈に思えるけど、やっと自由を手に入れた僕はもっと寂しくなった。これは一人でいたいのに寂しがりという二律背反な状態。そのまんまの星がありますので、それ持ってますね。さらに、君宛ての郵便がポストに届いているので心配だとは言っておりますが、その後に、もし君に強がりを入れるならもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対ときます。これ彼女に直接言ってるわけではなく、反骨精神型の負けず嫌いが出てますね。さらに2番で、誰の目から見てもセンチメンタルだろうと、周りの目線を気にする表現が出てきます。見えっ張りな要素も出てきました。二人で出せなかった答えは今度出会える君の知らない誰かと出すとまで言ってます。ここまで来ると気づきませんか？彼は常に自分目線です。例えばここの表現が、僕と出せなかった答えは次に出会う誰かと出してね、と彼女に言ってるわけではないですよね。この男性常に自分本位なんです。そしてこの曲最後まで彼女に対する感謝やありがとうは一切出てきません。もう恋なんてしないなんて言わないと何度も繰り返す超絶負けず嫌い。ここまで来ると彼の名式と呼ばれる星の配置はほぼ確定します。そのことで見えてくる彼女が出て行った理由とは、会社など外では非常に優秀に見えます。そこに惚れて付き合っては見たものの、常に自分本位で感謝の一言もなく、尽くしても尽くしても報われない毎日。挙句の果てには言葉によるモラハラパワハラ、もう耐えられませんというのが真実かな。ちなみにこの彼女が出て行った理由を彼が分かる日は来ません。周りの知人は彼女が出て行った理由は分かっています。彼だけが理解できない状態。そして新しい彼女ができたらこう言います。あれだけしてやったのにさ、裏切られたんだよね俺、最低でしょあいつってディスるでしょうね。そして新しい彼女もいずれ出ていくという流れです。そんな最低男の心情を歌った失恋ソングの名曲、もう恋なんてしない。私はカラオケで心を込めて熱唱します。メロディーラインは秀逸なので感情込めて歌いやすいんですよね。主人公に共感はできませんけど。というわけで本日はここまで。あなたの強み、発見サプリ。提供は USP プロファイラーのおしたりがお送りいたしました。それではまた。結構辛辣な鑑定内容でしたね。でも言われてみたら、確かにそうだなっていうところも、ああなるほどね、ありましたよね。あの、押したり先生にお願いなんですが、次は喧嘩をやめて竹内まりやさんの曲を鑑定したらどうなるのか聞いてみたいです。押したり先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押したり幸三先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM 宜野湾にて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。占い講座が全国で大人気です。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占っていきます。東南にご用心です。それではセクシーに盗んじゃうぞ。おひつじ座、10月7日は東南で東南の日なのよ。身の回りのものと私の心が盗まれていないか
チェックしておいてね。おうし座、収集家でコレクションが多いおうし座さん。私のコスプレ衣装はケースに鍵をかけておいてね。双子座、自宅の固定電話への不審な電話には注意してね。泥棒が自宅にいるかどうかの確認をしているそうよ。ガニ座、自宅のインテリアにこだわるガニ座さん。 SNS であんまり自慢すると空き巣に襲われるそうよ。獅子座、開放的な雰囲気が好きなあなた。胸元はいいけど窓を開けっぱなしは気をつけて。乙女座、自転車で風を切るのは気持ちいい季節ね。でも前かごのバッグ、ひったくりに狙われているわよ。天秤座、人混みの多い観光地が好きなあなた。気をつけて、そういうところがスリも多いのよ。サソリ座、思い出話をつまみにしてお酒を飲むのが美味しいわね。だけど目を離した隙に置き引きされないでね。いて座、いて座さんは車が趣味な人も多いわね。私の心ははみ出しても車上荒らしは気をつけて。ヤギ座、飲み会などの楽しいイベントが多い時期ね。帰りの暗い夜道は物取りに注意して。水亀座、泥棒が入られる日は火曜日が多いそうよ。あなたが週末に他の人に奪われないか心配だわ。魚座、嘘つきは泥棒の始まりって言うわよね。私の心を盗んでおいて嘘じゃダダでは済まないんだからね。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。新しいことを始めるときにはぜひ鑑定を受けてみるのいいと思います。ヤクモ先生ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週2週目ですので、このコーナー探偵サプリ、ご担当いただくのは現役探偵の若梅秀隆さんにお願いをしております。毎回そんなことあんの？びっくりするようなお話聞かせてくださっていますよね。今週からワクワクと待っていたいと思います。そしてこれはリスナーのあなたにもぜひ参加してもらいたい、10月の17日火曜日夜19時、午後19時から小室ゆりが代表を務めることになりました、全国愛妻家サポート協会発足記念パーティーを有楽町にありますイタリアンレストランチャオで開催いたします。詳細お申し込みお問い合わせは小室ゆりの Facebook ページ、小室ゆり Facebook ページをご覧いただくか、小室ゆりインフォメーションにて、ご覧いただきたいと思うんですけれども、私が代表を務めるこの愛妻家サポート協会、
愛妻家を育てるわけではないんです。愛妻家精神をみんなで育んで、そして女性の社会進出、強いては男性も女性も生きにくい社会を後世に残さないというのがこの教会の趣旨です。なんだそれと思ったあなたはまず参加してみませんか。10月17日19時からです。有楽町チャオにて発足パーティーを開催いたします。詳細お申し込みお問い合わせは小室より Facebook ページまたは小室よりインフォメーションご覧ください。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーで嫌なバラバーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。自分の過ちを認めることほど難しいものはない。事態を解決に導くには素直に自分の落ち度を認めるのが何よりである。イギリスの政治家ベンジャミン・ディスレーリの名言です。自分のダメな部分を自分が本当に認めるのって、こんなに痛いことってないですよね。ですが今日より明日一歩前に進むためには、そんな自分も自分が受け入れて、そして愛してあげることがとても大切なのかなと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この想い恩返し。引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに